ごめん、途中くらいはボタン押してなかった。ごめん、すいません。ビッキーの食べながら今見てます。で、壁の中から巨人が出てきて、お金のチャンネル、皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて、今回も引き続いて進撃の巨人を見ていきたいと思います。今回から進撃の巨人第2期になります。前回の復習なんですけど、前回はしんどい回でしたね。夕方巨人にリヴァイ班を壊滅させられて、むちゃくちゃしんどい回でした。それを見るのがむちゃくちゃしんどかったです。そして女型巨人が同期の兄であることが判明して、兄を捕まえるための作戦を立てて、エレンが巨人になって兄と戦います。結果、兄は氷漬けみたいな硬い物質に逃げて、人類は兄という巨人の貴重な情報を失ってしまったのでした。多大な被害を被った人類はこれからどうしていくのか、また続きを見ていきたいと思います。で、今回進撃の巨人なんですけど、2期が12話まであるということなので、1話から6話を前半戦として、7話から12話を後半戦として、2部に分けてもう一気に見ちゃおうと思います。なので今回は進撃の巨人2期の1話から6話まで見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。進撃の巨人2期 GO! お金のチャンネル。ごめん、途中くらいはボタン押してなかった。ごめん、すいません。ビッキーの食べながら今見てます。で、壁の中から巨人が出てきてて、で、また巨人が出てきたっていうような状況です。ごめん、ボタン押してなかった。ちょっと見ていきます。え、待って、ハート型のピノある。ちょっと待って、ちょっと見てほしい。見てくれ、これハート型のピノやな。見て、ほら、わかる、ほら、めっちゃ嬉しい。ごめん、話それた。初めてね、ハート型のピノ嬉しい。ちゅうかさ、武器もないままさ、どうやって対抗すんの。めっちゃ速いやん、やば。あ、そうなんや。ミケはリヴァイ兵長の次に実力があんねんな。ただ、人の匂いをクンクン嗅ぐ変態やと思ってたけど、強いんや。でも確かさ、ミケ死ぬんじゃなかったっけ。あ、お疲れ様でした。ミカさ、偉いな。お母さんのお手伝いして。たまにはこらえてミカさを守ってみせな。それで、ミカさは女の子やねんで、めちゃくちゃ強いけど。巨人がウォールローゼに。え、足怪我してんのにいけんの。おお、ミケすごいやん、一人で。めっちゃ見て。馬戻ってきてくれるかな。いいや。なんかこの貴公子見たことある。なんかこの貴公子、なんか、そう、知能があって、確か。この貴公子は。そう、馬起きんねんな。そう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 。やっぱ、うわぁ。やっぱ、喋る巨人。なんか、声が、すっごい反響してて、気味悪いんだけど。もうじゃあ、一話しょっぱめから来れないよ。きつい。ああ、きついわ、ちょっと。ミケが死ぬっていうのは知っててんけど、こんな死に方したっけ？こんな無残な死に方した？ミケ。ひどいな、これ。第27話、ただいま。巨人の中にいる壁が、巨人を破るかな。巨人の効果の能力で作った壁。どういうことだ？司祭を連れてどうするつもりだ？夜中に出陣って暗くて何も分からんのじゃん。僕たちはずっと巨人によって巨人から守られていた。確かに面白い考え方だな、そうなったら。彼が口を閉ざす理由には人類滅亡よりも重要な理由があるかもしれない。サシャ、食べ物には目がないな。サシャの過去編でした。うわ、絶望的状況。馬に逃げられた。やばい。やめる、いいこと言うやん。めっちゃいい子を送りした。走らんかい。あ、女の子の目に光が宿った。かっこいい。かっこいい、サシャ。かっこいい、サシャ。おぉ。おぉ。パパに出会ってよかったね。この子も助けられてよかったね。謎が増えていくばかりだぜ。巨人の謎が増えていくばかりだ。なんかお母さんな気がする。コニーのお母さんが巨人化されたみたいな。わからへん。ごめん、ちょっと待ってな。どういうストーリーやったっけ、進撃の巨人って。第28話です。ユミル、マジでクリスタのこと大好きやんな。どんだけいい子やねん、クリスタ。怖すぎやろ、この暗闇の中で巨人捜索するのは。絶望すぎ。よかったね、お芋。うわ、登ってる。面白い、ちょっとトイレ休憩行ってきます。
タイミングいいね。29は兵士、ちょっとこれ何よ。4枚か、あと2枚な。巨人が巨人を襲ってる、どういう状況。すげえ、夢で裏切り者、なんか裏切り者じゃなかった気がする。怖い、怖いぞ。うわ、おった、巨人がおった、びっくり。怖い怖い、怖い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 。お、いいね、行け行け。やばい、逃げろ、ここに。消毒やな、女神。結婚しよう。ユミユミ、クリスタのこと大好きやん。あ、そんなつばつけとけ。すっごつえ。ああ、塔が、ああ、お酒飲めへんのは。そうや、ユミも巨人やって、すげえ。もうこの世界全員巨人になるやん。ヒストリア、ヒストリア、そう、クリスタの名前はヒストリアやって、雪山の訓練の時の話ですね、これは。ユミル、ユミル、そんなことしたらクリスタ死んじゃうよ。かっこいいライナーって出てくると、いいな。ジャガがおらんな、ここにジャガ。そして巨人になったユミルでした。え、あの巨人はあの時の、え、どういうこと。あ、あれ、今のは絶対パンツ見えたよ。うわ、声が、顔が怖い、すげー、塔が倒れる。おい、ブスって受けるな。うわうわ、まだ巨人がいる、みんなを抱えて逃げるんだ。戦ってるところを見た。はあ、よかったよかった。ユミルは生きてんの、ユミルは、ユミルここで死ぬんやったっけ。え、死んだ、死んだっけ、ユミル、ユミルって死んだっけ。え、分からへん、もう分からへん、進撃の巨人が分からへん。次、6話です、次で終了、髪の毛ボサボサやな。捧げよう捧げよう、心臓捧げよう。かっこいいな、このシーン、マジかっこいい。このさ、エレンとミサラが手をカッチしてくるくる回って敵を殺す感じ、マジかっこいい。ちょっと謎が多くて混乱してはしてるわ。やばいぞ、このシーンは。いやいやいや、この展開は普通ありえへんから、マジで何言ってんだよって話になるよな、初見やったら。漫画で見てる時も混乱してるけどさ、エレンも頭がやばくなってる、全然何も考えられてない。からのこれね、からのこれね、やばい、不穏な空気が、不穏な空気が。あー、ミカサかっこいい。あー、やばー、やばいわ、これも。やばいわ。おたまのチャンネル。はい。ということで、進撃の巨人26話から31話見終わりました。最後のさ、エレンのさ、裏切り者って叫ぶシーンの声、よかったね。むっちゃよかった。なんか胸に、できた。さすがカジさんやんな。今回あった大きな出来事としては、たくさん人が死にました。まあこれはいつものことやけど、ミケさんも死んで、白髪のメガネっ子も死んで、死にすぎてるよね。もう残ってるの104期生ぐらいじゃない。あとあった出来事としては、ユミルとライナーとベルトルトの巨人化ね。もう巨人化しすぎてみんな巨人よ。まあ彼らが巨人になるっていうのは知ってましたよ。はい、
原作読んでるので。でもなんで彼らが巨人になれるとか、なんで彼らが壁を破壊しようとしたのかは分からへんねんな。だからこれからアニメ追っかけてその謎を解明していこうかと思います。あと今回良かったのが、あのいい子ちゃんのクリスタと悪い子ちゃんのユミルの友情というか愛情というか友情、どっちなんかな分からんけど、が良かったなと思った。まあクリスタみたいにいい子やったらそれは誰でも好きになるよね。結婚しようってなるわそしてクリスタ別名ヒストリアもう実はめちゃくちゃすごい子っていうのが判明されていくようになるねんけど、ちょっとそこら辺の記憶が曖昧なのでまた引き続き見ていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。